Chapter 2, Paradise Hawaiian Style. Man, what's this gonna be about? いい、癖ってのは抜けねえもんだな。Joe Sawashiro, former captain of the Arakawa family. Sawashiro の頭。無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は、清流会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか。イチ、人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。That's what I figured if you're out and about. Seems suspicious, if I'm being honest. Alright, are we about to get flashback time? Yes, we are! There's the gun. Oh no. There's a phone ringing. Hold on. 随分と遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。わが、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前爺さんが狙われてるってわざと情報漏らしたな。うまくいきゃお前が爺さんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ、ムーションの中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。アウチ。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。
俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題を甘やかして、荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか、後押ししてたわけだからな。Yeah, is he gonna tell us how he got out? 部署に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきのエビだ。Oh! 奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り、荒川の親父がやり残した事業だ。となれば、あんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は、東上界から近江に寝返って抗争を煽り、暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ、今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが、一お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。Now things are getting a little interesting. 時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。And this is the reason they're going to Hawaii. That's funny. 何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後、頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。 Fair point. Captain Summershield is waiting for me at Heian Tower. About time I figure out what's this big favor. It's pretty far, so I might as well take a taxi. Alright, let's go, boys. Let's go to Heian Tower to talk to Summershield.
Calling a cab, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, that's really far. Oh shit. How the fuck do I call a cab? Hold on. I shouldn't have skipped that, honestly. Taxi? Go to Chinatown. Yep. There we go. Let's go. Of course, there's enemies surrounding the area. You can just never leave us alone, huh? Ah, stuff to look through. Paper plate. I don't know if pawn shops actually take these paper plates. Oh, I got a bronze plate. That's nice. Excuse me, people. Gotta get through. And there's some enemies here. Alright, here we go. Who we got? Street punks. Oh, there's more of them? Shit, I did not see that one coming. Oh, you caught me from behind. Oh, shit. Let me do this. Actually, let me get the monkey flip on him. Took care of him, we did a little bit of damage. Power Belchon. Oh, I'm doing this fool here. He's done. Got your combos with the back attack. Let's do this again. And they're done. Nice. Man, the Ichiban did take a little bit of health though. All right, let's keep going. Pick up some stuff. 100 yen. 500 yen. Nice. All right. Now we're finally here at the tower. こんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。エビナが俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは、ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいる。And who would that be? どれです？お前の母親だよ。何？は？ Right? ただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？いや。でも、It's crazy, ain't it? お前は茜さんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。That's really odd. There's the young boss.
親父の子荒川雅人として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人がお前の母ちゃんだ。いや、yeah, that's weird. 茜さんは殺されたって。 Yeah, he probably lied to you for a reason. 昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。ああ、荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。That's so? そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ、するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。ジェイス。外注業者。プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ、うん、だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。Holy shit. It was a bloodbath, wasn't it? Ooh. Oh, that ain't enough either. Ooh. Damn, he shanked the Richardson looking motherfucker. I think I recall it was this tough. Slices intestines. He's dead. Why throw the katana? I don't get it. Was he that mad and enraged? and he fought this way for everybody. Way to kill your own men. That man looked like Nishiki's lackey from Kiwami 1. Now it would step all over him.
Oh, that face. That face of rage and bloodlust. Oh, man. どこにいようが死ぬのは時間の問題だ。花の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。あらが！アカネはどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰みもにされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。I'm surprised you just didn't shoot him right then and there. Oh! That's gonna even be more painful. Okay, at that point, you deserve to have slow and painful. Yeah, you deserve that one!Definitely deserve the next one. Alright, your next one shot off. Say something again, and you're gonna get all your fingers shot off, I bet. Man, he really was in a nutcase. Oof.He's trying to sound like the fucking Joker. What the hell? Jeez. He really was a nut job. もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分なりも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え？見たことねえだろ。この人が茜さん。Yeah, young photo of her. ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。
ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、あかねさんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな、網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、あかねさんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで？親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えばきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。無事でいたってことですか？そうだな、平穏に暮らしてたけどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、あかりさんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、あかねさんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭はあかねさんのことを。そうだ、俺はあかねさんを殺すつもりだった。Oh, shit. Wow. さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが、彼女の一言のおかげで、俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。何？考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと、誰にせよ、right. 俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けど
この件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛知、茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。茜さんが俺に？茜さんの母親の住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか？封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか、イチ。カシラ頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました、会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。あわ。Looks like this is it. Go to survive. It's holy shit, yeah, it's on the other side here. Actually, let me just take a cab here. I don't feel going that distance. Yeah, it's a bit far, so I was like, might as well just take a cab there. Okay, there it is. Let's go, boys.Talk about everything I just heard from. So, ka. Ah.
Damn! It's been a whole year and nothing's that. Damn! また。お。ありがとうよ。なあ。なあ。All right, where is this? Oh, yeah. We just go over there. Okay. Go to this one.どちらまで行かれますか？それは grave on the way。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川。茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。All right, yep. Here we go, boys.What the? どうした、ナンシー？ナンシー？こいつは俺の相棒でザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ。ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。うん、足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。
What should I say? たく、わかったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイに行くか。よしよし。騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。If they'll let us, that'd be crazy. Oh, sorry. Let's get going, guys.